に魔理沙です。霊夢です。今回は、立教大学の志願者数が確定したので、それをまとめました。ただし、一般試験の解説のみになります。学部、学科ごとに解説するよ。17回に分けて表示します。興味のある学部だけ見たい人は、コメント欄の目次を利用すると便利です。一時停止してみることをお勧めします。まずは、文学部から行くよ。続いて、異文化コミュニケーション学部。続いて、経済学部。続いて、経営学部。続いて、理学部。続いて、社会学部。続いて、法学部。続いて、観光学部。続いて、コミュニティ福祉学部。続いて、現代心理学部。他の大学の志願者数について、まとめた動画もあります。ぜひ参考にしてください。以上です。現在、大学受験チャンネルで配信を予定している動画は、次の通りです。掲載した動画以外にも、様々な動画を配信する予定です。また、リクエストがあれば、その動画も作ります。両津でのコメント欄や公式 Twitter まで、お気軽にどうぞ。いかがでしたでしょうか？この動画が、皆さんの助けになれば、とても嬉しいです。大学受験チャンネルでは、受験に挑戦するすべての人を、全力で応援しています。このチャンネルでは、現役の予備校講師監修のもと、過去問の解説や、傾向と対策、受験期の過ごし方も解説しています。よろしければ、ぜひ、チャンネル登録をお願い申し上げます。それではご視聴、ありがとうございました。